やらかしましたね。ババア、メシー。それはないけど、部活はあったね。部活で自分初心者なんだけど、このコンビニで買った方がいいの？買わない方がいい。今からね、その話をします。今日はね、コンベリウムの話をします。皆さん、コンペリウム、あ、ブログ書かんでも動画で済ますか。今日はね、コンペリウムのね、お話です。今日みんな大好きなね、コンペリウムのお話しまーす。はーい。まずね、コンペリウム。いや、まあ、何するかって、アイテム見ようって話なんだけど、コンペリウム。手抜きよくない。いや、もう手抜きます。手抜きます。もうめんどくさいです。わーい、買いません。幼稚園思い出した。みんな、聞いてる？後ろ？迷う貧乏人は買うな。はい、じゃあやるで。みんなこっち向いてや。まずコンペディウム、レベル1のんとレベル25のんがある。これ何が違うかって言ったら、レベルが上がることによってさまざまな得点をね、得ることができるんですね。わかりますかね。でコンペディウム単体では、まあなんかチャレンジとかこうクエストみたいなね、デイリークエストみたいなのがあって、それをクリアするとコインがもらえます。そしてそのコインを使うことによって、装備品にね、コンペディウムとは概要という意味である。そうです。いや、本です。私の中では本という意味になってます。そうそう。でまあ25を買うと普通に、コンペディウムポイント買ってあげるよりも確かお得です。はい、だってね、得点、まあ、いいや、ゴミつけることは嫌がらせって言うんだよ。ね、ここにね、コンペディウムチャレンジというアーンコインって書いてね、アーンって、ここは読めないけど、まあ、とりあえずコインがもらえると、いろんなね、ダブルキルをしろだとかなんか白だとかね、そういうのやっていくともらえます。コインはマッチ、なんかゲームしてもなんかもらえます。戦いではボルボエの貢ぎ物の意味だから、そういうこと、忠誠心をね。でコイン、そう、これがねリワードになるんですね。コインを使うてリワードになると。とりあえずコンペディウムを買い、そしてゲームをすることによってコインがゲットして、そうだね、モチベ上がるよ。で、まあ大会の予想とかね、そういうの好きな人は買ってもいいね。まあ安いので読んでたからいいかもね。でまあちょっと高いアイテム欲しい人はちょっと7000円ぐらい、10連ガチャ2、3回分そしゃげのね、まあ、これがね、年4回行われます。今年からメジャーがね4回あるんでね、そういうわけですね。これがね、箱です。これもね箱です。この辺ちょっとわかんないです。でこれがレベル150でもらえる。これはもう別、コンペディウムのレベルが150だったらもらえる。1ドルが100円超えてテンション下がる。今回賞金に換算されてないっぽいし。あ、そうなの？そんなことないでしょ。あ、ラグっちゃった。これね、タスクの1番アイスシャードがペンギンを投げつけて、完全に調子こいてるわボルボ。ペンギン投げつけて、そのペンギンが鎌倉を作るっていう、いい国作ろう鎌倉噛んだから終わりです。これ150で、150レベルにするにはだいたい、まあ7000円くらいかな。リアルまででな、日本円で7000円くらいかかりますけど、7000円ってことは多分なんかこれだけ欲しい人はそんな課金しなくていい。今すぐ欲しいって人じゃなかったら1000円ぐらいになると思うけどね、最終的にマーケットで出たら。ラディが今 2K でしょ。で DAC ね、ドタツアジアチャンピオンシップの、何本だったっけ、1万何本だったっけ、課金したらもらえるやつが、ラディがアルケミストのラリアンスの装備が2000円ぐらいで、エニグマのやつが500円ぐらいかな、コンビディウム出たせいで。インターナショナルね。これなんかさ、この音楽に合わせて殴ってる音するような全然気にしなかったけど。でまあお金払ってもレベルは上げられますっていうね、ここに書いてます。僕は読みませんけどね。でまあ最初こう俺レベル25にしてるから、ここまでですね。コイン、チャーム、コンペディウム、トロフィー、レベル1トロフィーもらえるか。あ、そうだね、早くマッチメイキング、ランクドティーム、ランクドね、レート出るやつやりたい人も買ったらトロフィーのレベルで経験値もらえるから、それはそれで嬉しい。これ15につけてくれたらめっちゃ使ってた時期だから、ね、即7500円買ったのに。ナーフされてからっていうのは少し優しさを感じるよね。まあ、それでもまだ強いよあいつは。全然強いです。タスクは面白いからね、かなりいいと思う。エニグマなんかよりもね、タスクは本当に使えるヒーローだからね、かなりいいですね。ここまでいくと、コインがもらえるレートがねちょっと増える。戦闘後のね、戦闘じゃない、試合後か、テレポートエフェクト、トロフィーがレベルになります。でなんか箱がなんか2個ぐらいもらえるんだっけね、なんか箱もらえるんだよ。箱なんか3個持ってた、1個と2個のやつ、1種類と2種類あれよくわかんないよ。まあええわ。そうそう。でまあこれ言ってったら、この箱がレベル上げることによって箱がいっぱいもらえていく。箱がねトレードブルかどうかねちょっとわかんないんだよね私。
私分かりません、私気になりますんですけどもね、そこちょっと分かんないです。でタスクのやつがトレーダブルかどうかがそこがちょっと分かんないから、まあまたその辺は後でっていう、なんか1000円ぐらいになるんじゃないかってけど、トレーダブルかどうか分かんないっていうね。まあいいやそこは、まあ見てって分かるよね。ここだね、これウイスキーザスタウトタスクアーティファクトアイテム、これがあいつリボンの箱から出るエフェクト変わってるの知らんかって、おおってなった。ああ、くるくる回るやつね、うん、まああとはレベル上げても特に意味はない、コインがよう貯まるとかそんなぐらいで特にねないです。だからまあお金入れる理由としてはタスクのイモータルか、あとなんかこの辺の箱、なんかレベル15でもらえる箱欲しいかどうかだね。そんくらいじゃないかな。でなんかアイテムなんでやん。でなんかアイテムもなんかあんだよね。どこだったっけ、あれどこで見てたっけ俺。箱だ、ヒーロートレジャー。そのためたウンコインは何に使うんですか。ウンコイン、ウンコインこれだよ、箱もらえんで、400コインでこれもらえますね。このブロンズ、シルバー、これコモンですね、レアS レア SSR ということでね、ソーシャルゲーム感をね漂わせております。うん、ひどい話だよ。でこれはねどうやってもらうんだろうな。これダズルが連続3回出て切れそうになった。マジかぶっちゃうんだ。ちょっとねこの辺わかんない、俺もだいぶあやふややってないからまだわかんない、わかんなくてすんげえあやふやだけど、まあ1個開けてみようか、どうせ開けなきゃいけないから。これはあれだね、チェックボックスついてるね。とりあえず開けようか。レアでベリーレアでしょ。このレアが出ないとなんかエフェクト進化しないんでしょ。なんだなんだ、ここか。ちょうるさいわ。一回終わり、はい解散。これレアなんでね、いくぞ。えいえい、でんでけでんでんでんでけでんで、残ってくれ。なんだなんだ、やめろやめろ。あーいらない。いらない。初回では 100% 出るんじゃね。初回では出ませんでしたね。ウルソンセットが出ました。でまあアンパックしないでもうこのまま置いておこうかな、はい、あ初回レアあれか、あれかプープー、あレアが確定で出るんだ。あそういうことね、あのレア枠ですね。右から順番に消えていくシステム、なんじゃこや。あれが確実に出るらしい、これは確実に1回初回これ確実に出るらしい。やったうるさだ。うん、えこれよくわかんないけど、まあ、とりあえずこれ出るらしい。これがなんかエフェクトを解除するやつだよね。僕はこれが欲しかったんですけどね、まあええか、うん、あどっか行った。でも大丈夫、武器の力を解放してくれる。っこっちか、武器の力を解放、解放だから、まあ、見とくかせっかくだから。これね、どこで見れるんだろう、これで見れるんかな。アンロックして、まあ、せっかくだから見ていこうか全部。もうそれも込みだよね。ゆうさくん、ミニスペル、レベルマックス。レッシュ当たったけど色ちょっと変わっただけだった、悲しい。いやだから、このスタイルでしょ？これでしょ？なにこれ？スタイルどこで変えるん？スタイル変えさせてくれないん？スタイル変えさせてくれないん？っていうかもうこれだけ？いやスタイルあったよな、なかったっけ。あこれだ、スタイル変えたんやらしくんないくせ、やらしくんない。どここれ、どこの部分これ。てか爪が変わるらしい、スタイル見れないっす。スタイル変えさせてくんないんだけど。アイテム欄から、アイテム欄こっから変えれる。いや無理でしょ。あーじゃあうるさとか行かなきゃいけないのか、一人一人めんどくせー。ウルサウォーリアないで、どこにあるん、わかりませんけど、ないけど、はめられた。これじゃないよ、ね、最初出たアイテムクリック、最初出たアイテムクリックしなきゃいけないんでしょ。もうそれだっていいや。どこだったっけ、あの箱どこ行った。あー戻れなくなっちゃったじゃん。戻れなくなっちゃったじゃん。トレジャーどこ行った、どれだったっけ、あのトレジャ
どっか行ってなくなったんだけど。おーい、もしもーし、もしもーし、おい、はめられたぞ。ない、終わりです、終わりでちゅ。多分エフェクト変わると思うんだよね。多分エフェクト出るだけでしょ。まあええわ、もうええわこいつ。また今度。残念、さよなら、バイバイ。トレジャー、僕はあれを懸念していたんだよ。これはなんかエフェクトの解除とかないんだよな。すぐないばん、見てからやるわ、見てからやるわ。すぐ騙すやついるから、すぐ騙すやついるからじゃねえよな。エネミーのレベルを上げておこうね。ほんで、レベルマックス。なんか変わった？なんか変わった？わかりませんでした、わかりませんでした。まあスナイパーはね、鉄砲、これ鉄砲しょうもないよな。鉄砲レーザーサイトついてんだっけ。あ、ついてないぞこれ。あ、ついてんな、内側についてんね。いや見えない。とりあえずしょうもな武器ですわね、これしょうもな武器だわ。ノットトレーダブル、ノット、なんもできないやんこれ。なんもできない。あれ、あ、もう一個の箱に入ってんのか、スナイパーのやつは。ダズル400だもんな、コイン400だったらそりゃゴミだわな。ダズルさん、あ、エフェクトあんのかな。エフェクトどこであるか見れたよな、どっかで。何も変わんねえよな、何も変わりません。しょぼい、おしまいおしまい、次次。タイドハンター、もうここでいいよな、別に。見なくても。どうせしょうもねえのしかねえから。あ、なんだ、見えない。サメの皮で見えねえ。あー、そうか、これあれ、バルブのやつがあるから、んー、バルブに負けるね、この気持ち悪いやつは。負け。ダメ。さすがブロンズですね。これが、これのエクストリームエリアが金色なんだよね。これかなりいいよね。これはいいと思うわ。これかっこいいわ。これはいいわ。全然似合ってないけど。装備とマッチしてないけど、これはね、やっぱね、パッと見でね、分かるやつがいい。派手なのがいい。これさ、これあれに見えない、あの、こういうさ、グミない、なんか新食感みたいなグミ。見るたびに思う。マスカット味。あ、3番ちょっと違うんだけど、けどこれネルフィールドと違うのは、この多分どっかのスキルだな、スキンだな。取ってないから変わんない。はい、次。イージョンコマンダー、何変わったん、これ武器、武器かな、銅の剣かな。あるよね、銅の剣です。うまそう。いや知らない、どっかに言ってるよ、なんかそういう四角い、そういうそういう中身出るみたいなのは言ってるやつか、あったかな、忘れたけど、なんかそんなんだよ。長くない、君のデュエル5秒か、そんな長いわ。なんかあの白猫プロジェクトとかでありそうな武器ですね。しょうもないソシャゲとかの武器。アバデン、アバデンの武器だね。なんかタイドハンターの背骨引っこ抜いてきましたみたいな。まあ、アバデンはね、なんか本体がゴテゴテしすぎてね、ちょっとね、こういう剣でね、何持ってるか分かんないんだよね、マジ。うん、これリサイクルシステムあるみたいだね。なんか最近リサイクルをしてるみたいで。変わったな。分かんない。これが同じかどうかが分かんない。A はしょうもないアイテムです。今回もしょうもないアイテムです。本当にありがとうございました。スナイパン。またスナイパン。あ、ベリーレアだって。あ、これがサイトついてるやつだね。レベルマックス、エフェクト変わらずということでね、ありがとうございました、スナイパーさんでした。けどね、かなり派手だと思う、このスナイパーは。あの青を取り入れてね。これさ、これあれか、覗くんじゃないのか、スコープか、スコープじゃないのか、レーザーサイトか、なんだろうな、カーズとか そっち系のなんかおもちゃとかにありそうな、この不安になる作り、すぐ壊れそうな、一回遊んだら壊れました。今リナのベリーレアが出たんだけど、どの箱かわかんねえ。リナのベリーレア、ゼロ戦じゃ色作って。けどこれ色違うからいいな。これあれだね、あの紅の豚で豚に落とされるような、なんか雑魚マシンがこんな感じだった気がする。結構いいね、これにあれつけたらいいんじゃない、キュイーンのやつ。あ、
これはあのですね、戦いの女神みたいな、そんなんですね。そろそろなんかサメとか書いたやつ出てきてもいいんじゃないかな。ジャイロコプターアンタイメージ、微妙ですね。アンタイメージ、これスタイルあんのか、なし、スタイルなしということで全部見しかれた。これスタイルなしです、レベルマックスで、これ多分1番だよね。チュン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 、ジャイロス顔イケメンやな。ジャイロはなんかホットロッドだっけ、なんかドクターワイリーみたいなやつが好きです。けど結構なんかスタイリッシュでね、仮面クソダセーけど、仮面クソダサいけど、仮面超ダセーけど、しゃっ、アンタイメージ。次ドラゴンキング、ドラゴンキングだんだんゴテゴテしない、目隠し系のマスクいらないと思う。俺全部隠れてる、仮面ライダー特定やん。仮面ライダー、仮面ライダー、そう言われてみるわ。やっぱね、物はね、味方だよ。ドラゴンテール、あ、ほんとだ、尻尾、あれ、やっぱ尻尾の効果だったんだ。前からこんなエフェクトあった、縦でぶん殴るとき。このドラゲナイ、かっこいい。あ、初めてドラゴンでいいと思った。かっこいい。これいい。これいい、いい、いい、いい。これいい。これいい。これはいいぞ。最近のドラゲナイはどれもかっこいいな。いい、いい。けど俺ドラゴンナイト嫌いだからな。だってこいつ火吐いて、ガンしてゴンして、ガンして棒してベシベシだからな。これいいな。これいいな。ちょっと待てよ。ちょっと待てよ。アンティメージ。緑のドラゴン、まあ、色が変わるだけだね、特に変わってないけど、けどあのなんていうの、カクカクのなんかプレステ2ぐらいのポリゴンみたいなドラゴンから比べたらかなりいいと思うね。これはいいんじゃないですかね。11か、変身できない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 。このモーションあれだよな、あのドラゴンナイトは操作が簡単すぎる。あんま好きじゃないな。なんかこれがミッドで運用されると俺は残念な気持ちになる。ドラゴンがオグレの3番とブクブやったらめっちゃでかくなりそう。ああ、いやそこまで言うほどやで、言うほどやで。オールヒーローチャレンジって何かもらえるん？トロフィーでしょ、レベルが上がるぐらいじゃない。あ、結構でけえ、思ったよりでけえ思ったよりでけえ思ってたよりでかいぞ。あれ、こんなでかくなってたっけ。でけえ、これ面白いのさ、これって関係あったっけ。ちょ、いつなったらお前ドラゴン終わるん。ちょ、フリースピレが良くないこれ。ちょっとレベル2になれないわ、レベル2になれんが。ガッケイ、レベル戻す方法ねえのかな。ミラナのアローめっちゃ当たりそう。あー、ヒットボックスもでかくなるからな。あー、いいねこの赤いドラゴン、これは強そう、これは強そうです。ベーン、強い強い、これは強い。ああ、いいな、ドラゴンキングちょっと見直したな。いや、ドラゴンナイトですね、かっこいいねこのドラゴンナイト。かなりドラゴンナイトいいと思います。ロシアンとライバルっぽい。ティンバース、これはかなわない。ティンバース、これもいいよな。マッドサイエンティスト、なんかドゥームと取引したみたいな、ドゥームを殺してその装備品からハイで作ったみたいな。このティンバーソーはね、熱い。アイスアイスアイスティンバーソーとまた逆の熱さがある。レベルマックス、まあ、スキルは変わってないね、一緒です。
リオンと同じように地獄まで追いかけたらなっちゃいましたみたいな。やっぱそこはダサいっていう。ティンバーティンバーフィー。あ、1番あれなんだな、1番赤くないんだな。1番の変わってないぞエフェクト使い回しだ。許されるのかこんなことは。これ飛んでってねえじゃねえかよ。パンチはやっぱこっちの。もう見た目だけですねこいつ。スキル的にはしょうもないです。スキル的にはしょうもない、しょうもなおじさんでしたけど、かなりかっこいい、あの使いたくなるスキンではあるの間違いない、ね、そしてエクストリームレア錦野明、スター錦野ルービック。これは派手すぎでしょう。これはせこいわ、これはせこいわ。紅白出ます。これはせこい、これはせこい。アイコン変わってない、エフェクトなし、アムビエントしょぼい、いいことないじゃん。アムビエントしょぼいな、あれどうなんだろうな。おいせこいぞ。まあこれがだから、このシリーズがあのコイン、コインで、いけるんかな、コインでね。他でやんのかわかんない、ちょっと1個開けてみるか、せっかくだから。お頼み申します。全部蹴ろ、この辺全部蹴ろ。あ残って、あ残ってる、あいなくなった。こいつがいい、こいつがいい、こいつがいい、やだ、アバドもやだ、ダズルもやだ。ブロンズだからだね。うん、そうですね、ありがとうございます。400円だけど400コインで入るからな。あーそうなんだ、400円するんだ。もう一個あるよ、もう一度遊べるよ、もう一回遊べるドン。あーこれはあれだ、ブロンズクラフトでいけるからブロンズでも我慢しろよっていう恐怖の、恐怖のシステムです。昔のチェックボックスねえもんな、昔のあれ思い出されるな。とりあえず左のやつ消えてくんなきゃダメなんだよな。行くぞウル、頼む、全部消える、早く消える、早く消えろって。ああ、いなくなった。残ってくれ、消えろって、早く、いやいや残ってくれ。ああこれほんまクソゲーやと思うわ。これひどくない？これはひどいわ。ブロンズタイツ集めてシルバーにしてくスタイルやで、ゴミ。これはね、あのカウンターストライクのシステムだ。カウンターストライクのシステムだね。カウンターストライク の同じレアリティの武器合わせてで上に行くっていうコントラクトだったっけ？あれだね。今日あがいてもゴミ。わらわら。ああ、それでスニペアのやつ出た。ふざけんなよ。そうだね。得高くなりそう、そうですね。いや、トレードとかはどうなんだろうね、ちょっとわかんないんだけど、うん、そんな感じですね。コンペディウム、コンペディウム400コインでいっぱい箱開けてあげていくだけでしょ。まあまあそうだね。これは何なんだろうな、セットだから多分これが前回のあの、あ、ちなみにね、あのインターナショナルの TI5 のトレジャー、トレジャーじゃない、あれだけ、これコンペディウム、 TI5 のコンペディウムだけ実装されてる、できます、3つ買えます。でコインのやつもできる、できるようになって、多分これと一緒だと思う。お値段がちょっと上がってます、値上げです、秋になってね、ひどい話ですね、はい、私はね、バグでなんかドロップリストに何か追加された時にこれやろうかなと思って貯めときます。こんな感じですね。これがね、500円ぐらいだったかな。これがね、200円かな。忘れたわ。なんかとりあえず今下がってるよ。秋だから。そうですね。で、コンペディウム。はい。まあ、だからこれが150、レベル150なんですよね。7000、7000円のペンギンさんです。で、コインゲットするには、この辺だね。タワーに2500ダメージ与えるとか。んで、14個、オザーワード。チームでかな？チームでいいのかな？押し、刺したら、なんかとか。まあ、やんないからこれもディスカードでいいです。ディスカード刺してや。できへんだけど。まあいいや。あ、キャンプもクリスタックさせるのもある、ね。あ、あるよ。リロケート。こんなん嫌ですね。こんなん、ディスカード案件ですけど。おい、ディスカードできねえ。うん。で、これはなんかよくわかんない。わかんないっす。パス。で、
まあだから多分これはもうこれ一択だと思うよ。You can do なんたらかんたら、ランダムなんたらかんたら、トレードもギフトもできないらしいっす。できないらしいっす。あ、あるあるある。え、ちょっと待って、これ3つじゃないとダメなの？あ、違うね。オープントレジャー、ゴールドティア、ゴールドセイントみたいな感じ？ちょっと待ってね。あ、見えてる見えてる。ウィスキー。ウィスキーさんは、あのタスクのイモタルだけど、マーケタブルトレーダブルがディッセンバーの31らしいわ。ディッセンバーの31らしいわ。トラダブレ&マーケタブレアフテアデク31-2015-16-00-00 Go to クラフティング。んこれもクラフティング使えるの？これランダムなのもしかしてランダムなんこれ。あれ、あ、これアップグレードのやつか。ここダメだな。これなんの、あ、フォールコンペディウムのアイテムで慣れてんだね。でブロンズティアだからここだけだね。チャームとか関係ないね。チャーム買ったら 何もらえるの？コインもらえるんだっけ。これ750コインだって。じゃあまあだいたい 1.99 ぐらい8ぐらいわかんねえリサイクルできますね今回も。開けませんけどね。あ、ギフトできるのかな。ギフトできるっぽいね。リサイクルもあります。チャームインターナショナルですけど、あ、違うか、これチャームジュエルか、違うやつだな。これ買おうか迷ってるんだけど2000円ほどしか突っ込めないんじゃ買う価値ない？どうだろうね。まあ、あのプレイかなりするんだったら上げてもいいんじゃない。ただお金儲けはできないと思った方がいいかもね。わかんないけどね今のところは。何これあれこれさ、どこで見れるようになるん？ちょ見れねえのだりな。まあいいや、とりあえずコインにしようか。するとコインになる。マイクロフォンミューテッド。金色の方ほっといたらポイント消えちゃった。アップグレードするとスキルエフェクト変わるんか。箱はもう1種類あるからね。マイクロフォンアクティベート。はい、戻った、総理。箱？もう1種類？ 2 種類ってことでしょ？どこ行ったん？もうこれさ、ほんとアーモリ使いにくくない？あ、これなってるわ。これだね。今交換したんがこれで、オープントレジャーでオープン GO。 まあ出ないと思った方がいいだろこれは。多分これトレードできるようになるのかな。ちょっとわかんない。あれ押してない。3ためでしょ。3種類まだ来てないやつがあるんか。最後に金で買えるやつが来る。いいぞ、ダズリいなくなった。お前もいなくなるよ早く。いい、ああ、ああで、まあこれ見ごたねだけど5種類で、まあこうやってなるんだな。ソシャゲのガチャかなね。で、コンビディームでまたかよ。次こんなもらえるよっていう誘惑ですな。どこだったっけ。これだね、ゴーティークラフト。これとこれとこれ、これずっとノットトレーダブルのままなのかな、ずっと。いや勉強になります。わら、そしてね、コンプガチャ的なものと似た匂いを感じる。コンバインええんか。ええよ。
やべえ。回すよ。シルバーをアップグレードすると、こう上に行けるっていう。上に行けるっていう。で、ゴールドを行けるんだな。というわけで、いっぱいプレイしたら、とりあえずいいってことですね。とりあえずあれはもう通過点ですから。マラコンプガチャうんぬんは日本の法律やしな。そうですね。これは別に関係ないからね。開けましょうか。ゴー。もう早く消えろよ、お前ら。とりあえず3人。誰が買うんや、こんなん。消えろって。あっ、お前消えちゃいかん。いい、消えろ。スミペアのコメントで竹があんまり買ったことよくない。これほんまひどくない？これさ、ブロンズしか出ないんやったらどんだけ回さんといかんのや。エフェクトさ、エフェクトさ、なんかさ、日本分かってないわ。日本のガチャだったらさ、もっとなんかこのビリビリエフェクトが出たら、しょぼいエフェクトでも上出るかもしんないとかないけど、どうせ最初から決まってるのに期待させるのやめえや。ほんまダメだと思うわ。だからもう最初からダメと思わせといて、そっからなんか、もしかしてみたいな期待させるやつにしなきゃいけないね。もう少しね、日本のソシャゲクス野郎どもからね、学んでほしい。バルブは全然嬉しくない。ほんとイラしかこん、イラしかこんぞ。イラしかこんからな。もうなくなりましたけど、そのうちパチンコ的激圧演出とか出しかねないな。そうそうそう、今ソシャゲであるね、そうですね。だからまあ僕はこうやって、あとはまあやっていったらいいんかな。で、これさ、これ見えなくなっちゃったじゃん、ほら。URL 省略。やめてや、わけわかんない、その。ちょ、見れないやん、コンピリウム、あれ、箱なくなっちゃったから。ゴッドフェス開催まだ？ファック。見れなくなったやん。試そうと思ってたのに。これ、どっから見れるん、このトレジャー。これ何本入れたらいけるん？これ何本入れたらやらせてくれるんです？レベル上げてね。レベル上げなきゃいけない？もう。レベル何本？もう分かんないからこれ買うわ。回ってるスナイパンをアロスキックで蹴り出して除外する演出と隠れや。ルフテ対象の髪の的中率3倍。わらわら。レベルが上がるよ。ディリ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 。49。ヘロエス、トレアスレから見えないんだよね、確かそれ。まあ、そのうち見えるようになると思うけどね。ほんま、何が悲しくてこんなことせないかんのや。イエーイ、わらわら、イエーイ、イエーイ。業界一足りない。魔法の力でレベルが上ったよ。レベルは変わんといけんのか。せやで。上がるよ、上がるけどね。とりあえず、うるさは消えました。で、見ようか。これ本当いやらしいよな。24ずつしか上がらんのって。まあ、ってスタイルがね、うわー、スタイルいっぱいあんね。アンビエントエフェクトだから、ちょっとキラキラっとしたエフェクトが、武器がちょっと綺麗になるっていうね。デフォルトスタイル、これがなんかキラキラってなるらしい。まあこれがスペクテーが、スペクトルがこれですね。その程度かよ。はい、その程度です。ちょっと見えないけど。ハオセットね。青セットなんだこれ。リシャラックがアバドンみたいになってなかった？シュッ、残像だ。よいしょ、まあ、なんかキラキラが作るだけだよ。要するにこれだけ見れりゃいいやろ。文句はないやろ。あなたが許すんだ。タイドハンター、なんかこれがね、あれに乗ったやつだね。タイドハンターの何が変わるかって言ったら、これだね。このここに書いてあったけど、タイドハンターの、これ、おい、遅えぞ。インターネット。インターネットに文句です。これだね、ほら、こんだけ。なんかエフェクトが、そう、エフェクトがつきます。エンチャントですね。エンチャント。これ、ポイズンエンチャントです。ただし、毒の効果はない模様。それが、この本を使うと、エフェクトがアンロックできますっていう、げつないシステムです。これ、他でなんか、ゲットできる方法あるのかな。箱開けるたびにゲットできるのかな。わかんないですけどもね。そんな感じですね。タイドハンターは、あ、凍らせ折ってんじゃん。人手間だ。人手間じゃん。けど、エフェクトは、スキルのエフェクトは変わんない。
これ確か正直スペクは今までのセットと色の関係で相性がクッソ悪いからあんまり良くない、ね、おいおいオートカリフトの武器キラキラかよもか。そうだね、いろんなとこからパクってきますね。頭のこれね、これに関してはね、あ、背中はいいんだけど、頭に関してはあの TI5 のイモータルのバルブがあるから。バルブえげつないわ。まあええやん。日本のソシャゲなら廃課金でダメージ上がったりするけど、ただの飾りだし。そうそうそう。はい、タスクさんです。これかなりいいと思うんですよね。なぜなら、ミサイルだから。これもね、なんか変わるらしい。あれで変わるらしいよ。あの、エフェクト変わるらしいけど、あの、これが、見てる感じだと、ここが光るっていう。もう最初から光らしとけよな。アンロック情報かよっていうね。タスクは1番が変わってたな。1番は違うやつでしょ。これは関係ないと思う。これ関係あんの？なんか変わんの？まあ、いや別にどうでも。リシ、なんでこれ？77位のレス。ルブル150まで上げてね。そうそう、ダブルイベントごとにガチャ引いて、そいつが特攻キャラで攻撃力2倍とかなのな、わら。これレッシュなんかさ、今までのさ、150まで上げてタスクしか変わらんの。サンゴっていうさ、限定モータルでスローがスタンになるぞとか、確率上昇とか。なんだったんだよ今のサンゴみたいな、なんか沖縄みたいなやつは。これいいな、このレッシュかっこええな。かっこええけど、武器ええけどさ、あれじゃないとエフェクト変わんないもん。で、アクセのいつも当たるってどうなったん？なかったっけ？遅いんだよ、来るの。タスクの一番変わるのは別のアイテム。これのせいで、かなりあのスカートの値段下がってる気がする。ロータスなんたらだね。これアンロックすると、ここが燃える。これね、ロスピンゼロだとね、すんげえ2番当てやすいから、この前俺、紅白やってて思ったもん。なんだこれはって。リナちゃんのアイテム。そのまま服が燃えてなくならないかな。リナちゃんのね、多分下がってると思うんだよね。今までさ、スカートの6のやつがなくて、めっちゃ下がってる。めっちゃ下がってるね。パーフェクトワールドだね。インターナショナル4か4か忘れたけど、4と4一緒だね。4か3か忘れたけど、それのやつだね。このスカートね。このブログでも紹介したけど。これがもうそんな価値なくなっちゃったね。今下がってるけど、また上がるかもね。これはこれでまた、あれだから、どうだろうな。けど短いからな。まあ、数自体は少ないから、そんなに下がらない。だから、アルカナに合う装備がやっと出たって感じかな。普通にみんなが手に入れられるレベルまで。そういう感じですね。で、ベリーレアだから、何がえげつないって、出たけど、ベリーレアだから、これ、開けたら出るってわけじゃないんだよね、これ。で、このエフェクトを見れないんだよな。もうええわ、開けよう。ゴー。アルカナに合う装備があるかなってなってたのか。そうだよ。いいぞ。あやばー。あ、一緒にくれるのね。ついてくるのね、これは。あ、そういうことね。そういうことですね。グローバルアイテムじゃなくて、ヒーロー、タスク。タスク君の装備、フローズンシギル。あ、そう、こいつシギル変わるんだよ。部屋に乗せてたね。けどシギルしか変わんの見せてくんないの？あるある。ほら、光るだけ。光るだけです。これね、こっから見れないのがね、まだ実装、たそのうち見れるようになるかな。わかんないんだけど、マーケットに並んだらいけるんかな。ここ光るだけです。あのエフェクトの差ってこんくらいです。何が変わるかって何も変わらないっていう。あの赤くなるだけ。買わないことにしたわ、ありがとう、虫を。で、後から手に入れるかどうかは分かんないけど、ね。ちなみに2プグラでできるよ。武器となんかだったね。買わないといけないけどね。昇竜拳。だから、何？あの、大パン昇竜。大パン昇竜になります。ただし敵は燃えないっていう。アングリーチャージ。シギルがかなり。かっこいいけど、やっぱ VG には勝てねえね。もうこれこっち見ながら動くのかなり滑稽だよな。
187枚のレス。あっち向けよ。レベル1は外だと思うけどね。そうだね、レベル1ぐらい買っていいんじゃない。あの500円ぐらい惜しくないんだったらね。よほど好きなヒーローが良ければいいけど。うん、まあそんな感じじゃないかな。せっかくだからもう一個あげようか。持っててもしゃあねえし。どこ？頼むで。もう絶対これだけは嫌。これだけは嫌だけど、これが出そうな気がする。早く消えろってお前ら。あやべえわ、どっちでも。タイドハンター。ありがとう。タイドハンターさんになりました。タイドハンターはもうワンパックしようかな。なんだこれ、こんなシステムあったの。早々に退場したリナさん、この態度かっこいい気がする。俺はペンギンダッシュやり込んでるからルブル150にしたけど。タイドハンターさんのこの装備どこの部分なんだろうな。いやかなりいいと思うけどね。けど俺結構いいの持ってんだよね。むちゃくちゃだよな、まあ、背中のサメが甲羅になるんかな。これはいいんじゃないかな。タイドハンターめっちゃ怖くなっちゃったね。目3つになったし、とりあえず目増やせばいいと思ってる節があるからな。ハットウッド4のための金が溶けていく。これだけ、これだけ見た、ほら光っただけ。うっ光ったよ、光ったよ。でっていう、でっていう、もうそれだったら俺タコさん持つから。でっていう、後からつくかな、つかなそうだしな。でっていう、マジだからなんやねんっていう。それだけ、元から光らしとけよな。ねえ、ひどい話だよね。まあまあそんな感じかな。まずさ、何がひどいってさ、俺今ひどいと思ったのがさ、このさ、まあけどこれ無料ゲーだからね。無料ゲーで別に勝負に差つかないから、まあこんくらいいいんじゃないかな。マーケットでも買えるしね。これさ、なんか大きくなってるようにさ、これせこくない？なんかちょっと変わりますよみたいな、ソフトバンクのグラフみたいなことしてくるんだけど、こういうのやっちゃいかんでしょ。それは良くないと思うよ。なんか形もちょっと変わりますみたいな、なんかリベンがアルティメイト使ったみたいな、そんななってるけど。いやこれだよね、これこれ超欲しい、これ。7000円かな、7000ちょいぐらい、日本円で払ったらこの背中のペンギンがもらえる、必ずもらえるみたいになってる。ペンギンを投げるとポイッ、鎌倉、いい国作ろう、鎌倉幕府、グヘっていうの、羨ましか。7000ですね、あれ。そんな感じですかね、今回に関しては。コンペディウム、コンペディウム、他もなんか分かる分だけ読むか。それで今日の記事終わりにしよう。記事じゃねえけど、コンペディウムフルプライスのゲームと同じ値段絞り取ってくるとか怖すぎでしょ。けどね、まあコンピリウムだけ買うと、3ヶ月に1回で、まあ7000って考えると1ヶ月198円のレス。気にしたらダメ。分かんねえな、分かんねえ。まあフルプライスのゲームより遊んでるからね、お布施していい人はしたらいいんじゃない。これね、あのルブル、今年はいいと思うよ。100円だしね、フランクフルト、まあ、ゲームでなんかおまけついてくるようになるからね。そこに別に500円ぐらいいいやって人払ったらいいんじゃない。俺は500円ぐらいだったらいいんじゃないかな。俺はブログのネタ並みに。気になるだけやん。URL 省略。ソシャゲなんて限定引くためにマンとか普通ですし。いやだからね、そことね、スラークのシルバーエッジはどこ行ったの？あれはインターナショナル、スティールシールのインターナショナルエディションだね。で、この、これ何のコンペディウムかっていうと、今更だけど、ドイツでやるやつだね。言ったっけ？言ったな。で、まあ、コインもらえるでしょ。この辺説明したな。で、これやったな。地獄を見たな。で、これチャレンジ。チャレンジ終わらせたら、150コンペディウムポイントもらえるって。だからレベル 1.5？ じゃあヒーロー終わったら、え？レベル3しか上がんないの？こんなのやって。日本、なんか海外はもう届いてるみたいだね。日本届かないみたいなのが今あったね。これはまあ、レベル3上げるために20回やるか。結構いるっぽいよ、結構いるっぽいよ。で、まあ50にしたらボール、何これ、あ、コインバンドル、何コインバンドルって、プリビュータルシャープ、もうよく分かんないけどなんかもらえる。
何個もらえる？アメリカは16から、ステアムは来年からだよ。分かんない。まあそんな感じや。でこの辺かな。コインバイなんだ、なんかやっていくとコインもらえるんだって。コインもらえたりポイント、ポイントとコインだね。これレベル 0.5 もらえたりもする。これめんどくせえから、もう正直ね、これ楽しく楽しんでやるんだったらいいけどね、レベルのためにやるのはね、もう割に合わないと思う。やめた方がいい。金払え。それで、ここに、おめえまだ持ってねえだろみたいな。ほんといやらしい。死ねばいいのに。カミングスーン。あ、もう一個の箱、これか。これか、もう一個の箱。これか。まあ今すぐ買う必要ないかもね。ドタ2めっちゃプレイするんだったら、とりあえずレベル1の買ってもいいだろうし、もうちょっと課金するかなって思うんだったら1000円払って1200円かな、払ってもいいんじゃないかなっていうぐらい。あとアイテムとか興味あるんだったらね、興味ない人は買わなくていいと思う。こんなもん儲かんないし。もう以上、コンピディウムでした。レベル上がるのもちょっと見とくか。だからこれがあれだね、あのもう一個の箱だね。もう一個の箱ってさ、レベル1もらえないの？もらえねえのこれ、えげつね。50からみたい。とりあえずレベル1買っとくか。サンキュームッチ。そう、いやあれだよ、けどどうせあげるんだったら、そのもう1個の箱に注意と上位のやつがあるんだよ。グヘイ、注意と上位。マジ？旧ヒーローチャレンジやってたらパブのレートがグハからのアマルまで落ちた。それひどくない？そんな下がんの？1000ぐらい下がってない？それそうそう、うん、けどレベル1ってさ500円ぐらいでしょ。で廃人と課金中は買えばいい、うん、儲からないなら使うヘロいないし微妙やな。そう、もう儲からないと思う。今回は本当儲からないと思う。もう儲からないと思う。バルブが儲からないようにしてきてると思うから、もうなんか本当に純粋にファンとか製品と以外買わなくていい。俺はもうなんかこのネタだけのために買ったけど、まあ、そんな感じだね。アイテムに関しては多分ね合ってるかどうか分かんないけど。